ドイツ語を勉強したい方、概要欄に書いてあるメールマガジンに登録お願いします。プレゼントがもらえるよ今日は柴原半田駅の近くの、なんと、ドイツのカフェに行ってまいりました。ドイツの朝ごはんが食べたくて、<え>マキシーとマキシー君が、えっ、ー、と、気になって行ってみました。ポイントとしてはね、外だったらワンちゃん連れて行ける。 えーと子供もッ OK あと男性が多分喜ぶドイツビールもあるっていう素晴らしいドイツドイツしてる喫茶店があったので私は盛り上がってまずあのこう食べに来ましたで何を食べてるかというとえっ、ー、となんだドイツの,あのパンですねえっ、ー、と黒いパンとピックレスとえっ、ー、とねハムだハムめっちゃ美味しいんニョムニョムあとねチーズ チーズの上にえっと日本人どうなんだろうあの私だったらねチーズの上に時々ちょっとその甘いジャムをかけて食べるんですけどえっとそうだね、うん、すごく美味しい、うん、美味しそうに食べてます、うん、で今このね黒いパンはねドイツのあの黒いパンでちょっと嬉しいんだよなだからなんかこう大阪でもドイツ料理っていうかなんかドイツの喫茶店があるっていうのはなんかマクシーすごく こう心強くてうれしそうでまずこうねオープン見てきたら、まあ、まず見に行かなきゃつと思ってこう見に来ましたジャムの上にえっ、ー、とこうねでうちだけ食べたらちょっと申し訳ないんでマックスくんに少しお水をあげました水どう反応マックスくんおいしい ウォッシュ水美味しい。でその後、えっ、ー、とねアイスコーヒー飲んできた。でドイツ風のアイスコーヒーねえっ、ー、とねあのバニラアイスがついてるんですよね。でえっ、ー、とバニラアイスと生クリームとチョコソースとなんかその素晴らしい空気。とからねあの喫茶店なのでえっ、ー、となんだろう休憩したい うちみたいにワンちゃんとお出かけしてデートするときにちょうど良かったので素晴らしかったです。いやーアイスコーヒー美味しいなんか懐かしいドイツでねアイスコーヒーを注文すると毎回ねこれが出てくるんですよドイツ風のアイスコーヒーっていうかなんか日本だったらそのなんか生クリームとアイスクリームのなんかバニラアイスないんじゃないですかでドイツ風でアイスコーヒーを頼むとねこうやってバニラアイスとクリームが こうたっぷりこうなんか出てくるのですごいなーと思ってドイツドイツしてますでそのお店の,あの人と話してたらドイツ旅行もしたことあってドイツ語も勉強してあとなんかあのスタッフの方一人もあのなんかちょうど学生さんでドイツ語を勉強してる方でしたでその後マックス君とのお散歩デートの時間が始まって 住宅街にあるのですごくねお花がきれいに咲いてこの道とっても気に入ってましたみんな癒やされるこのワンちゃんの講義の尻を見ましょうそうなんかちょっとだけ見に行ってきてうーんいやーマークシク走ってるそして捕まえて駅に戻って そして帰ります。みんなもしドイツ語を勉強したい、ドイツが好きと思ったら一回でいいので、ドイツの喫茶店に行ってみてください。